ス第4ヒートをスタートいたします。さあ最終組のフレッシュマンクラス第4ヒートがスタートいたしました。このレース終了後ですね、コンパクトクラスの予選ラウンドに移りますので、各選手準備の方をお忘れなくお願いいたします。さあ1周のトップは川崎様、中田選手、ガラスからのフェアウェイですね、ライトブルーと真ん中にオレンジのライン、川崎君、そこはフェアウェイと2周クリア、11秒580、そして約1秒35歩、川崎には小林選手がつく大会、3番手に4コース、水戸選手、4番手に1コースに上選手、5番手に5コース、山田選手というオーダー。さあ、中田選手、いい走りを見せていますね。そして4番手、1番手の金融鉄の選手。さあ、11秒530、11秒5から6というところで安定して走行します。さあ、トップは現在コース中央部、水色の橋が来たらシートのままください。はい、ありがとうございます。さあ、かっこいいですね、エアリエンジンの形から。さあ、ちょっとこれミスがあった模様、しかしまだトップは失速している。2番手には川崎1番、小林選手、3番手に川崎1番、植木選手、4番手4コース、水野選手、5番手5コース、山田選手、残り時間40秒。残り時間30秒です、残り時間30秒。3コース、原田選手は現在8周目を走行しています。